ベビーいいや。どっち？女の子？男？男？はい。めっちゃ隠れるやん。めっちゃ可愛いやん。人間みたい。なんで？なんでそっちに行くの？名前何？ティム。ティム？はい。監督みたいな名前やん。監督っすか？ティムバートンじゃない。あ、この絵面最高じゃない？それ見てほしい。ほんまあの料理番組で撮る角度みたいな。ボールあります？あ、あります。ボールなんか使わない。受験とか見てください。ちなみに今日なんかどういうの作るんですか？まあ、姫と名前ない。絶対言うと思った。絶対もうこれもう何回目ですかこれ。さあ、すまさあ、まさと姫さん、あの姫の嫁さんとがもう元気になれる。ああ、ニンニク大丈夫ですかね？大好き。でも今日パプリカないっすね。パプリカお前嫌いって言ったから。ああ、すごい。そこちゃんと覚えてる。絶対ね、パプリカ出てくるから。あ、目痛。もう目も俺ここでくる。目も痛くなくなった。え、慣れて。フィルターかかっていた目に。もう人網膜。もう人網膜。慣れですか？うん、慣れやね。もう人網膜。まだできてない。まだできてない。まだできてないです。できないって。できないって。何や、絶対ないやん、もう人網膜。ちっちゃい。じゃあ、もう全然吠えるな。こいつはうるさい。モコも男の子。はい。モコはうるさい。今日の3時にリリース出るわ。どうだったんすか？コメント通ったっすか？うん、コメント通った。いや、引退セレモニーバカ楽しみだな。なんか面白いこと言うんすよ、なんか。絶対言う。最後までふざけて。ほぼ YouTube のことしか言えない。笑いだけで。笑いだけ。笑いだけでとか言って自分が泣くのやめてください。だから、まあ、泣いたら泣いたらおもろいから。ああ、そう。 GoPro しかもここでこんだけ笑いだけでとか言っといて。今悩んでるのはどう頭に GoPro 巻きつけるか。何で GoPro ガチでいくんですか？ GoPro ガチ。こっち目線で。選手目線。ニンニクどんぐらい使う？ガンガンいきましょうよ。ガンガンいく。結構みんなガンガン系。大丈夫系。全部使うでしょ。えこんなもんやな。じゃあこれはじゃあプレゼントっていうか置き土産にこれ今まで一人分だけやったけど人の作るってこんな大変なんやな。そっか、初めいつも違うんですね。うん、ほんまに一人分だけでした。あれほんまに一人分やん。結構食べますね、一人で。食べるし、まあ二人分の時もあったけど。親見に来んねんや。最終戦花束渡しみたいな。花束のところ蹴っ飛ばし小僧に俺渡してもらったら絶対面白い。お母さんせっかく来てくれるのに。でも蹴っ飛ばし小僧に俺泣きついてっていうかさ。ありがとうみたいな。お母さんが GoPro つけてきたの。あ、確かに。いやいや、かわいそう。お母さん目線でこそいやな、そめちゃくちゃおもろいぞ。お母さんここら通り GoPro つけて出てきた。頼むからそれだけやってくれって言おうかな。お母さんいける人なんですか、そういうの？いや、めっちゃ嫌がる。あ、嫌がるんだ。めっちゃ嫌がるし、あのお父さんの名前もあんねんからあんまりやめときやって。ずっと YouTube ですか？ YouTube ですか？見たら SQ 持ってる。 SQ 持ってる。そうなんすか？えぐ。お偉いさん。え、ほんとや。マジ似てるけんだけど。次にも監督って出てくる。え、ほんとに？すげえ、全然似てねえ。ジャッキーチェン似てるやん。ジャッキーチェン。お父さんの顔ありますね、それは。そう、やめなさいよって。お父さんも感じありますか？いや、親父は別にアホかみたいな感じやけど。何も言わないです。何も別に言わんけど、母さんは結構嫌がってる。母さんは別に何もないですか、普通に。母さん何もないな。バンドはやってたんですか？学生時代、学生時代バンドサークル入ってるんです。違うのが出てきた。オリーブオイルって油と一緒？オイルってついてる
のでわかんないですよ。ほんまはもっと熱してからそう行くんよ、ほんまは。でもやっぱ違う、あの仕様がちょっと違ってるから、ちょっとアウェーの試合って感じ。まあ初めははっきりしたプレーするって感じ、うん、もう一旦裏蹴るみたいな。全然はっきりしないです。こう聞こえる、泣いてるやろ、ニンニクが。ちょっと泣きニンニクって言うねんけど、これこう泣いてきたところでこう入れると、玉ちゃんタマちゃん入れると、うん、何できるか予想できないな。俺も作ってる人が何作ってるか分かってない。ごま油と塩で揉んで、はい、どんくらい入れます？そんな入れないですか？さすが元社員、ボーナスに敏感する。ボーナスどんぐらい入ってたん？ボーナスですか、うん、年間ボーナス、年間だとまあ90いかないぐらいです。80いくつっす。揉んで、はい、ハツってどこなんですか？いやもう名前の通りや。どこだそんな。名前の通り、ハツ、ハツなんて名前の通りやんな。え、クロムハーツ、あ、心臓、うん、あ、クロムハーツ、そういうことか。そう、こっちはもうお好み焼きにしようかな。何も決まってなくて今考えてるやん。ハツって意外と火通りにくいですよね。絶対肉最初に炒めた方がいいですよね。目薬あるじゃないですか、うん、あれダッシュボード置いて、で熱されたまま入れて、うん、目がもうおかしくなっちゃった。マジっす、目がおかしくなったんですか、うん、気は使わないで、はい、あ、ちょっと食べたら、ちょっと正直感出てるけど、食べたら正直な感想言うんで大丈夫です。それは何ですか？それは、持ってやった方がいいんじゃない？地中海のオリーブオイルを使った油添え、初の高級ごま油添え、ソルト。あ、もう犬怒ってます、長いから。ソルト1、姫、もう座ってていいよ。どうですか、うん、YouTube 見てて。これも見ましたよ、何回も。何回も見てて。最近してるじゃないですか。味噌どうなるかわからん。醤油とみりん入れたらどうにかなる味。ケンタ君の勉強会ですか？味付けはゆうみちゃん。ちょっとやっぱあの水とかで溶かなあかんのかな、いいかな、これで。いや、いい、うん、あ、もう手をくれ、手をくれ。誰もそんなこと言ってない。いいっすよ、俺気に入って。俺もいいっすよ。ちなみにゆうみちゃん、これゆうみちゃんやったらどれぐらいで作れる？この料理、今の料理、今の料理、時間的に。え、何？今の料理は何？2個、5分。マジで？今約1時間スケジュール。どうやって？ゆみちゃん5分待ち。5分。今でもケンタ君、マサ君が言わせてました。5分って言えみたいな感じで。5時間って5分と。リアル何分でできるこれ？15分ぐらいでできると思う。多分2つでしょ。この2つやろ。笑われてますけど、ケンタ君1時間かかりました。まあまあまあ、でも迷いがあったけん。そうだね、しかもいいね、もうあの相撲部屋みたいでいいね。まあ一回食べますかね。すいません、はい、うん、料理名お願いします。地中海。なんかさっきも聞いたの。地中海油祭りで米油、あ、地中海の 米油祭り。アスパラ添え。もう寝ちゃってるよ。いけますよ。あったかい、あったかい、めっちゃあったかい。うまい、マジ、うん、いやもう味付けゆうみちゃん、味付けうまいな。
マジで立ってんね。ニンニクはいい。いただきます。殺された。殺された予定と違ったっすね。うん、本当はまずいもの食べてまずいっていう予定だったのに。うん、めっちゃ美味しいやん。うん、で、しょうゆとみりんと酒はね、もう絶対ない。俺一人じゃそうなんだ。入れてなかったっすか。でも入れないと殺されそうな。うん、かわいい。やばい、マジうまい。なんか、前もあったな、それ。俺ね、来る前、健太君に耳いじられると思って、あの、掃除してきた。あれ、お母さんに、待って、え、ちょちょちょ、粉ついてる、粉。え、嘘じゃん、ほんまに。いや、粉を見られないようにアルコールに、そっち、健太君、これが私のか。え、これお前。やべ、俺さっきちょっと飲んじゃった。オレンジジュース入ってたオレンジジュース。あ、俺オレンジジュースの後こっち飲んだわ。オレンジジュース最初飲んで、うん、そうだよ、うち逆にこれ入っちゃった。オレンジジュースちょっとだけ入っちゃったやべ、気持ち悪い狙ってましたね。狙ってない。玉ねぎに1日水につけてたみたいな。いや、けんだよ、味変えてるじゃない。これまさか、やばい、ケンタ君自分で味変えてる。こっちにもう入れて、この服に見せて。まさか、しっかり今日のために気合入れてきてきたって。その服、うん、高いやつとか。高いやつ、俺の好きな服ですね。なんていうやつ。宣伝書、ここコーチ。え、コーチ、黒コーチ。黒コーチ、コーチ、それ。うん、なんぼしたの。3万。3万。 T シャツに3万ですわ。でもそのアディダスのいつも履いてるこのいくら。そうそう、1本違いますね。これケンタ君がアディダスのズボン以外あんま見たことない、うん、これね、4000。これどっかのチーム急いで作ったけん、あれやけど。おー、すげえ。これ、カボス絞ってください。え、これいい。カボス、めっちゃいい。さっぱりしてよ。味噌汁にカボス、カボス入れるし、やってるんですよ。うん、うわ、カボス、旅館、旅館、旅館の味がする。旅館の温泉旅館の味がする。優しい旅館、温泉旅館の。ほんまにうまいな。うまい。カボスって何。芝居や。芝居や。芝居じゃないこいつ。嘘ついてる。ガチでうまい。ケイ鈴木さん出ない。なんで犬になる。犬になったからちょっと出づらいんじゃん。犬になって出づらいんじゃんよ。手が届かない。これ見せたから、見せたから。ケイ鈴木さん出れないんじゃないの。犬に全然全部持って帰ってください。ソーセージも買ってたんですよ。あのでもね、俺も今日食う分だけ欲しいね。あ、なんで。あの冷蔵庫のやつ。冷蔵庫ないんですか。え、本当に。冷蔵庫も売ったって売っちゃった。え、だから冷蔵庫ないから、あれ日持ちしないってことですか。まあ外に置いてでしょ。ベランダに置いてでしょ。ケンタ君、もう YouTube 止めていいですか。